夏木陽子。夏木陽子。愛犬の子育てに亡き母を思うフェラーリ動画も話題日踊り子の生活を、鉄子の部屋、で明かす。女優の夏木陽子さんが、10月3日午後1時から放送される黒柳鉄子さんの長寿トーク番組、鉄子の部屋、テレビ朝日系に出演する。今年10月に70歳を迎える夏木さん。 普段から美容に時間を費やしてきた元ファッションモデルは、愛犬のトイプードル、マカロンが産んだ5匹の子犬たちの世話に奮闘する。夏木さん自身、子育ての経験はないものの、愛犬の出産や子育てを手伝ううちに、自分のことは後回しで育ててくれた亡き母に改めて感謝したという。夏木さんは25年以上、フェラーリを愛車にしている。 最近、車に乗る動画をネットに公開したところ、何十万回も再生された。夏希さんは、何気ない日常の風景を撮影しただけなのに、と驚きつつ、新しいことを恐れずにやってよかった、と語る。昨年、駐車場で転倒し、右手首を骨折した夏木さん。毎日楽しく暮らすことが、 独身を心配しながら亡くなった両親への供養と、日々の生活を明かす。